次はですね、e-learningを実施するためのシステムであるこのスマートブレインについてご紹介をしたいと思います。このスマートブレインというのは e-learningを実施するためのシステムです。まあ、例えばこのようなですね、アクセスするとこういったログイン画面が出てきますので、ここからログインしていただいて、このように教材を受講するという流れになります。実際にどんなふうに使うことができるか、こちらも画面でご紹介します。よいしょ。はい、スマートブレインアクセスするとこのようなですね、トップページありますので、ここで ID とパスワードを入れます。でログインしますと、こんなふうにですね、教材の一覧が出てきます。ここの部分はですね、アクセスしたログインした人によってそれぞれ異なる教材になります。ここで例えば、このベータ版公開中クイズクリエイタークイズというものを実行してみましょうか。ここで始めにというふうに開きますと、教材が開くと。で例えばこういったですね、パワーポイントを変換したようなタイプの教材を学習をしていったりだとか、よいしょ、こんな形でですね、例えばこのような形の動画タイプの教材を学習すると、こんなふうなものも作れます。当然ですね、先ほどご紹介したような理解度テスト、クイズクリエイターによる理解度テストなんていうのも簡単に作成していくとか、スマートブレインで勉強していくことができます。でですね、自分自身の学習状況というのはこの閲覧履歴のところをクリックすると、こういうふうにですね、いつどれだけ勉強したかというのが分かるようになっています。ただですね、この学習管理システムのミソというのは、学習者の機能というよりもですね、管理者でログインしたときにどういった管理機能が使えるかというところになります。なので例えばですね、管理権限を持つアカウントで入ってみましょう。はい、こういったですね、管理権限を持つアカウントで入った場合ですと、一番下のところにですね、管理機能というボタンがあります。そうするとこの背景の色が変わったですね、こういった管理ツールを使っていくことができます。例えばですね、よく使われる部分として、このユーザー管理ツールの部分でですね、よいしょ、基盤インターナショナルの人の成績を見てみましょうという時にですね、閲覧履歴のダウンロードをして、例えば先ほどのクイズクリエイタークイズ、みんなどれだけ勉強してるかなと、成績ダウンロードしてみましょう。はい、こんな形で成績をダウンロードして CSV でですね、確認することができます。よいしょ。例えば閲覧だけの教材であれば、このようにですね、いつどれだけ勉強したかっていうのが出てきますし、最後の方のですね、テスト問題の方になりますと、こんな形で、よいしょ、いつ誰が勉強して、どの答えにどういうふうに答えたから何点だったりと、そういった履歴も全て CSV で落ちてきます。例えばランキングですとか正解率を出したい場合は、この CSV で落ちてくるので、 Excel の関数なんかでですね、集計をしていただければ、そういったデータも簡単に取ることができます。それから先ほどの要件にありました未受講の方にですね、最速メールを送りたい、そんな場合もスマートブレインの管理機能で対応することができます。この管理機能にですね、メール一括送信という部分がありますので、ここでメール一括送信で、例えばこの基盤インターナショナルの人たちにですね、クイズクリエイタークイズがまだ未履修であると、まだアクセスしてないよと、こういった人に向けてメールを送りたいといった場合ですね、ここからこの人たちにこういった文面で送りますよというふうに一斉にメールを送信していくことができます。このようなですね、 e-learning ならではの管理機能もスマートブレインを利用すれば簡単に使っていくことができます。はい、はい、でですね、次に費用ですね。これまでご紹介したツールとシステムを利用して、実際にですね、どの程度の費用が必要なのかご紹介していきたいと思います。はい、まずですね、とにかくクイズだけで e-learning を簡単に実施したい、とにかくさっさと e-learning やりたいという場合ですね、こちらです。250人のアカウントの場合ですね、スマートブレインの場合1ユーザーあたり210円の費用が必要ですので、1ヶ月250人で使いますと52,500円、一月あたり52,500円ですね。で、通常1ヶ月 e-learning 実施する場合ですね、例えば教材の準備に 前に1ヶ月置いておいたりだとか、それから受講きっちり皆さん締め切り通り受講するかわからないので、後に
後ろに1ヶ月予備で置いといたりする場合があるので、実施に1ヶ月だとしても大体前後1ヶ月ずつ導入、期間を設定することが多いので3ヶ月の利用とした場合ですね、この場合52,500円 ×3 になります。そして教材作成ソフトウェアでクイズクリエイター、この16,800円を追加していただいて、3ヶ月の利用で174,300円と、250人で3ヶ月 e ラーニング実施しても174,300円、たった174,300円の費用でできると、20万円以下の費用で実施することができます。それから教材作成をもうちょっとですね、いろいろ凝ったものを作りたいといった場合、こちらの形になります。よいしょ、はい、先ほどの費用にですね、例えば合成音声用のソフトや PP2 ボイスを入れた場合ですね、さらに189,800円を足していただく形になりますので、合計がですね363,300円といった形になります。ここの部分ですね、ちなみにちょっと補足をしておくと、教材作成ソフトウェアというのは教材を作成する方の PC に1台インストールしていただくという形になります。なので、ね、ここで作った教材をですね、250人で使っても1000人で使っても、ここの部分の費用は変わりません。人数が変わった時に変動してくるのはこちらのスマートブレインの費用になります。なのでですね、ちょっと本格的に教材を作っても363,300円と、こういった費用でできてしまうということです。これですね、多分ですね、実際に思ったほど高くない、かなり安い費用でご提供できているのではないかと思います。でですね、ちょっと補足をしておくと、まあ、教材の部分は実際にご自身で使っていただく部分なので、ここの部分は想定として、まあ、このようなソフトを入れましたけども、例えば PP2 ボイスいらないよとかですね、そういうところは任意にやってください。それから、ね、3ヶ月というのもよくあるパターンなので、例えば締め切りは絶対守らせるので、この予備の後ろ1ヶ月いらないよと、1ヶ月だけでいいということであれば52,500円だけという形になりますので、まあ、この辺はですね、状況に応じて計算いただければと思います。よいしょ、ここは飛ばして、最後ですね、お試し環境についてご案内したいと思います。今回ご紹介させていただきましたスマートブレイン、それからオーサリングツールはお試し環境がございます。例えばスマートブレインのですね、お試し版の場合、スマートブレインのウェブサイト http://smartbrain.info にアクセスしていただきまして、こちらのフリープランのボタンを押していただくとユーザー登録がございますので、ここからですね、登録していただきますと20ユーザーまで無料でご利用いただけます。それからオーサリングツール、クイズクリエイター等のですね、オーサリングツールはこれもですね、それぞれのウェブサイトから30日間無料でご利用いただけるお試し版をですね、ダウンロードいただけます。なので各製品サイトから使用版をダウンロードしてお試しください。もちろんですね、ここで使ったものをこの無料のスマートブレインに載せて確認することも可能です。それから今回ですね、ご紹介したのは PP2 フラッシュ、クイズクリエイター、それからレクチャーメーカー PP2 ボイスなんですけれども、その他にもいろいろな教材作成ソフトウェアを出しております。例えばですね、スマートフォンでアクセスするため、スマートフォンで教材を利用するためのですね、 PP2 モバイルとなんていった商品もありますので、そういったものもですね、もしよろしければウェブサイトを見ていただければと思います。それから今日ご紹介したような内容というのがですね、こちらのオンラインセミナー上にも公開しております。 http://10000.bzelw2010 にアクセスしていただきまして、ユーザー登録していただきますと、こういった内容のですね、セミナーを受講いただくことができます。例えばスマートブレインを使った e ラーニング、どのようなものなのかなと見てみたいという場合ですね、こちらにアクセスしていただいて、ユーザー名パスワードを入力していただきますと、実際にオンラインセミナー受講いただくことができます。それからスマートブレインのオンラインマニュアルといったですね、そういったものもウェブサイトで公開されておりますので、いろいろ気になる点はですね、ウェブサイトの方にアクセスをしていただければと思います。いろいろ見てみたけどちょっとよくわからない点がある、質問したいといった場合ですね、こちらのインターナショナルアット基盤 JP、 もしくはこのウェブサイトのですね、 e-learning.co.jp のウェブサイトのお問い合わせフォームからですね、質問投げていただければ担当者の方からご案内させていただきますので、ぜひですね、ご遠慮なくお問い合わせいただければと思います。それではここまでご清聴いただきましてどうもありがとうございました。